かんない。もう一気に全部入れますよ。すごい光景ですよ。ドバ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 で、こうカルシウムの粉も入れることで、ミルワームに、ね、あんまりね、お、来た来た、主食べな、主が今出てきました、見ましたか皆さん。さあちょっとこれを眺めましょう。黙ろう今日は。来た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 、主食べな、お、主見つけた、お、いっぱい、お、2匹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 、喉詰まるて、お、いっぱい、お、2匹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 、喉詰まるて、喉詰まるよ。さすがほぼ野生ガエル主、喉詰まるんじゃないのあんた、それもうみんなびっくりして、誰もこんやん。これね、カメラの視点切り替えたら、おじいちゃんが上からねじっと見てて、でモグラはもうなんか向こう見ちゃいましたね。なんだ今日コオロギじゃないのかよみたいな。おじいちゃん、あと2秒くそー、おじいちゃんが上から飛び降りる瞬間、あと2秒で撮れた。おじいちゃんが食いつくとこだけでもスマホで撮っとこう。主がね、なんかおじいちゃんのお尻に隠れる形になっちゃってますね。おじいちゃんそこ邪魔だよっつって、ちょっとおじいちゃんをズームしてみましょう皆さん。全く動こうとせん。小太郎、あ、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。もう小太郎ちょっと、後でな。全く動こうとせん。小太郎、あ、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。あ、見とる見とる、おじいちゃん見とる。品定めみたいな人おる。おじいちゃん、まあ年齢的にね、ちょっとでかいかもですね。もう一回ちっちゃいやつを持ってきたって、まずはでかいのをね、先に食べてもらいたかったんですよ。まずはでかいのをね、先に食べ、あとは部屋に常備してある10匹ぐらいのミルはまだ多分あると思いますけどね。それは次回とね、次次回で。なんか動きが出てきたぞ。ちょっとでモグラごめん。ああ、食べた食べた、主が食べた。いや、出てきたぞ。ちょっとでモグラごめん。ああ、食べた食べた、主が食べた。主が食べるのはもうね、分かってるんですよね。おじいちゃん。今、僕の声、おじいちゃん、おじいちゃん、小太郎が動き出しました。で、小太郎が動き出したと同時におじいちゃんが食べたんで、多分気づいたんですよ。やべ、小太郎来たらもう食えんくなるっつって。小太郎がね、右手から来ます。ちょっと一瞬小太郎映しますよ。小太郎が、足しか見えませんけどね。ほら、さっきあの角で寝てました。で、あの角で起きて起きてってあったけど起きなかったんだけど、あとなんか起こしに来たなって。これまでの経験から起こしに来た時大抵餌だったよなっていう。